ブレダ m 3 7へ、機関銃は、イタリアのブレダ社によって開発され、イタリア軍他に採用された銃機関銃である。ブレダ M37 という機関銃には、ブレダ M30K 機関銃の 7.35mm 弾モデルも、あり、これと混同しないよう注意が必要である。M37 は、フィアットレベリ m 1 9 1 4へ、機関銃の後継として、 重機関銃弾薬として新たに開発された 8X59MRB ブレダ弾を使用する重機関銃として開発され、1935年には試作品が完成した。イタリア軍は第一次世界大戦及びアフリカ各地での植民地での戦闘を通じて 6.、6点を 52mm カルカの弾を使用する M1914 へ、 機関銃の威力不足を痛感しており、1930年代に入って、これまでよりも大口径、大威力の重機関銃の装備を図ったものである。この新たな重機関銃は859メートル MRB ブレダ弾を使用する空冷式であることが求められていた。同弾薬を使用する重機関銃としては、ブレダ社の他に、 フィアット社にも発注されており、同社は1934年には M1914 の改良型である空冷重心ベルト球団式の機関銃を完成させていたが、1935年にイタリア軍が比較試験を行った結果、ブレダ社のものが優れているとされて採用された。ただし、生産体制が整うまでには多少の時間を要することとになり、 モーデル37として正式化されたのは、その2年後の1937年である。ブレダ M38 車載機関銃 M37 は、地上用の他に車載機関銃として改良されたものが、開発され、ブレダ M38 車載機関銃と呼称された。M38 は、球団方法を、補弾版方式から、情報装填の24連弾装式に改め、薬莢は、 機関部下方に排出される方式になっていた。また、射撃装置は M37 のスペードグリップと押し込め式の押し鉄ではなく、ピストルグリップに通常の引き金となっている。M37 は、主に不評連隊の重機関銃中隊が装備する機関銃として、第二次世界大戦において、イタリア陸軍の代表的な重機関銃として活躍し、 1943年まで生産され、1945年の終戦まで使用された。工術の独自の保弾版方式による気候的な問題や本体重量が他国の同等後継の重機関銃と比べると重いので三脚化に搭載すると運搬の困難が大きいといった問題はあったものの、運用側の評価は高く、六角したイギリス軍も本銃の長射程と、 強力な貫通力、空冷にもかかわらず高い持続射撃性能には賛辞を寄せている。戦後もイタリア陸軍の標準銃機関銃として、1960年代に入り、ラインメタル MG3 によって更新されるまで使用されている。イタリア軍のほか、7.92X57mm モーゼル弾仕様とされたものが、スペインでも導入され、 ポルトガル軍も 7.92mm 弾使用のものを1938年にブレダメートル 9387.92mm 機関銃の名で採用している。ドイツ軍はイタリア降伏後に捕獲したものを SMG259 ドイツ語シュエレイズマスキーネンジェベア259の名称で使用している。また、イタリア軍の展開地域で行動したレジスタンスや パルチザンも捕獲品を使用した。イギリス軍長距離砂漠停心隊及び特殊空挺部隊は露獲したものを車両に搭載して運用している。M37 の作動方式はロングストロークピストン方式のガス圧作動、オープンボルト方式で重心の冷却は空冷式である。ピストンには10段階の調節が可能なレギュレーターが備えられていた。重心は空冷式で 連続射撃に耐えるように肉厚に作られた重重心となっている。野戦で容易に交換することが可能なように設計されており、機関部前端のロックレバーを開放して重心部を回転させれば取り外すことができる。設計発射速度は450から550発分、分実用発射速度は200発分、分交換発数は約450発。 重心寿命は2万発とされていた。球団は20発の補弾板方式で、空薬莢は保弾板とは別個に廃査やされず、発砲後に再び装着されて補弾板ごと外部に排除されるという変わった構造で、これは平時に使用済みの薬莢の回収を容易にして再生し、金属資源と予算を節約することを意図していたが、玉詰まりを起こしやすい。 という問題があり、また再生した弾薬は品質の安定に難があるため実用的ではなかった。球弾口は機関部査側面にあり射撃後の加熱による薬莢の張り付き防止の目的から弾丸に油を塗る装置が装着されていた。このという機構は発砲時の作動不良の防止には効果があったが砂や埃の多い環境では本体内部に サジン等が付着することを助長してしまうために長期的な信頼性を低下させることになり第二次世界大戦におけるイタリア軍の主戦場は砂漠地帯であったため使用環境に対して不適であった予備弾薬は弾薬装着済みの保弾板12枚を収納した弾薬箱によって携行され M37 を装備する部隊には 小段板への装填と発砲後の薬莢抜き取りを行うための専用の相談機が支給されていた。本重用の三脚下は、四足式の対空重化として組み替えることができ、重化を取り外した後に、地上用の状態から前方に倒立させて、接地足を追加し、倒立させた状態で指示下の装着位置を変更、延長支柱を追加して、重化を取り付け直し、重本体に、 対空射撃用の型当てと、臨系対空小純機を追加すると、通常の弊社用に加え対空射撃にも使うことができた。ありがとうございます。